江戸時代後期、豪商吉田家によって編纂された冷凍閣集古帳。ここにはおよそ2400もの古記物、古い資料が32のジャンルに分類されています。吉田家をはじめ多くの古を好む考古家たちは、各地に残る古い資料を調査し、その存在と魅力を伝えてきました。この企画展示の主役となるのはですね、江戸時代に編纂された冷凍閣集古帳という、図録集であります。で、この冷凍閣集古帳というのは聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、集古帳というのは、古いものを集めた、言ってみれば図録とかアルバムといったような意味です。で、冷凍閣というのは、波の音が聞こえる文庫という意味なんですね。で、この図録を編纂した人物はですね、神戸の灘の酒造業を営んでいた吉田家という家なんですけれども、この吉田家が酒造業を営むことによって莫大な富を背景に、その古いものをですねコレクションしていたということなわけです。で、この図録は3代にわたって、実に100年間ですねにわたって編纂が続けられました。で、そのジャンルはさまざまな多岐にわたるものでして、およそ2400件ぐらいのコレクションが、図がですね掲載されております。で、今回ですね、そうした絵に描かれている模写されている、絵がです、古いものがですね、現在、どのように伝わっているのかということを、立体的に、実物などを利用して立体的に展示するというのが主な目的であります。646年大化2年に建てられた京都の宇治橋碑。この碑文の拓本が冷凍閣集古帳に掲載されています。拓本には江戸時代に失われていた宇治橋碑を発見した経緯が記されています。冷凍閣集古帳はさまざまなジャンルに分けられています。吉田家が所蔵したものもありますが、その多くは他の考古図録から引用したり、他のコレクションを模写したり、拓本を取ったりしたものです。古墳の石室や石棺、壁画、古墳から出土した遺物の装具にジャンル分けされた土馬の埴輪と仏の巣器、冷凍閣集古帳では一緒に描かれていますが、現在は別の所蔵先になっており、約150年ぶりにここに並び再開しました。さまざまな器を集めた食器のジャンルに掲載されている玉器、白瑠璃碗、冷凍閣集古帳には安閑天皇陵出土西林寺所蔵と記載があります。漆などで修復された様子も正確に描かれています。付属品には神谷家から西林寺に寄進されたことが記されており、安閑天皇陵から出土した後、神谷家を経て西林寺へと伝わったと考えられます。冷凍閣集古帳切っ先の帖には矛や槍といった武器があります。この石剣は讃岐の国高松の海中から発見されたと記されています。石剣は発見後、高松藩主松平家に献上され、その後白鳥神社に寄進されました。これは江戸時代に現在の愛媛県から出土し、愛媛二名神社に納められたと記載がある石剣。
冷凍閣集古帳に描かれた石鹸の形と実物は形が異なっています。石鹸とともに伝わっているお札には冷凍閣集古帳と同じ形の石鹸が描かれていて、実物を模写したのではなくこうした絵から写し取ったと考えられます。仏教の法会に用いられる参古書ですが、古武記と記され、切先の上に掲載されています。形が三つ股の矛先を連想させることから切先に分類されたと考えられます。この銅鐸は出土地不詳となっていましたが、冷凍閣集古帳の中期によって寛政11年1799年に近江の国新城村、今の滋賀県から出土したことが分かりました。冷凍閣集古帳玉の杖、石を加工した石体です。阿保新王墓から出土した平安時代の前半期に作られたと伝えられる石体、考古家たちが素材としての石や加工品に高い関心を持っていたことがうかがえます。冷凍閣集古帳冷卓の杖、古代の律令制で駅場を利用するときに死者の肝心が携行した鈴です。18世紀後半に隠岐の国の駅令が発見されたことで考古家の中で関心が高まりました。これは古墳時代の馬具ですが、鈴がついているので冷卓の杖に掲載されています。冷凍閣集古帳に河内の国金剛輪寺境地土中うるところの記載がありますが、金剛輪寺は現在では廃寺になっています。冷凍閣集古帳書のジャンルは4条からなり、古代から中世において有名な人物の書を写し取っています。これは奈良時代天皇に取り立てられ大きな権力を持った僧侶道教が東大寺の役所に短期間に40巻もの経典の書写を命じた文書ですが、内容遺憾よりも考古家にとっては道教の筆跡が重要視されました。冷凍閣集古帳には文字を上からなぞって一文字一文字縁取りしたものがあります。これを作り後から中を黒く塗るという方法で道教という歴史的な人物の書いた文書を忠実に字の形まで写し取っています。冷凍閣集古帳印章のジャンルは全5条、古代から近世に至る約280家が収められており、いずれの帖も陰影を手書きで模写しその転居を中記しています。この印は東大寺の造営監視が発行した文書に押されています。当時大殿院は正倉院古文書清修第五巻棒所下にしか確認されておらず、この古文書から再読された陰影です。冷凍閣集古帳では現在の文化財研究のカテゴリーに含まれないものも調度品工芸品として扱われています。例えば釈量、正倉院宝物木尺の模造は1尺5寸、原品は銀田家の文様が描かれていますが、冷凍閣集古帳の拓本は木画であることから原品ではなく模造から写し取ったと考えられます。江戸時代後期の研究者が模造復元した古尺も冷凍閣集古帳に
忠実に写し取られています。注目されるのは文房の上に掲載された大仙軸です。大仙軸は文書を巻いた状態でも中身がわかる古文書の付属品です。これを独立した文房具として分類していることは、考古家の古器物収集に対する貪欲さを示しています。寺社の扁額も現在の文化財研究のジャンルとしては抜け落ちていますが、江戸時代には著名な農書家が書いたと伝わる扁額が注目されていました。弘法大師空海が揮毫したと伝承される一切経像の扁額、同一の拓本が霊東閣集古帳に収められています。空海のこの文字は関心を集め、繰り返し写され広く伝わっていきました。和歌山県大賀八幡神社の扁額は八幡大菩薩の文字とともに裏面の年号も拓本し写し取られています。昭平21年は南朝の年号、南朝型の公家吉田貞房の系譜を引くと考えられていた吉田家は南朝の古器物への関心があったと思われます。名文の拓本や文字情報を収める雑名の上に掲載された近藤初、霊東閣集古帳は延長7年929年に聖徳太子の宝膳に潜入された品であるというこの近藤初の名文を写し取っています。色鮮やかな甲冑は霊東閣集古帳甲冑群英に分類されています。和歌山県の淡島神社に伝わった鎌倉時代の兜、霊東閣集古帳にも鎌倉時代の兜を示す森吉親王御兜の中記があります。他にもほぼ同じ構図の資料が出回っていたようです。霊東閣集古帳楽器の上、東照大寺所蔵の括弧堂は雅楽で用いられる打楽器括弧の胴部のみが残ったものです。霊東閣集古帳の拓本から銅の表面に彫られた銘文への関心が高かったと考えられます。江戸時代紀州藩第10代藩主徳川春富によりコレクションされた雅楽器笙、霊東閣集古帳には頬と呼ばれる吹き口を設けた腕状の絵があり、これは松平定信による集古実習掲載図とほぼ一致します。霊東閣集古帳の中で異質なのが上与の上、古器物というよりも同時代の古紙が描かれています。寸法などが詳細で各細部の部分図など立体物の情報を漏れなく記していることから、上与の上は古紙を制作するための仕様書設計図を写し取ったものと考えられます。古紙は天皇や貴族など身分の高い人物が使用する乗り物です。吉田家が編纂した霊東閣集古帳は46冊にもなります。ここからは吉田家について紹介します。吉田家という家、そういった家が今までほとんど知られていなかったんですけども、どんな家で、どんなふうにして、コレクションに関心を持ったのかということをですね、できるだけ、資料、多くの資料を使って展示をしております。吉田家は現在の神戸市住吉にあり、
酒造業や海鮮業などで大きな富を築いた豪商。17代当主の吉田道家から3代にわたり古器物を収集し、吉田家の文庫である冷凍閣にそのコレクションを収蔵しました。吉田道家は俳諧、漢詩文、儒学、医学、和歌、書道などの学芸活動をたしなむ人物。京都の銀閣寺で盛大なお茶会を開催し、記念の石碑を作っています。また道家はこの祝とともに徳本上人に帰依、徳本上人を紀州から住吉に招き草庵を建て、3年にわたり村民に徳本上人の教えを伝えました。吉田家の屋敷酒蔵は神戸東側の海岸地域、江戸時代から酒造業の盛んな地にあり、冷凍閣もこの辺りにあったと考えられます。吉田道家は京都の養賢流の茶道を治め、京都西王院の茶室淀見の関を邸宅内に模造したと伝えられています。吉田家に伝わる茶道具のリスト、実用的な道具ですが、修古実習の編纂に協力した縁で松平定信から拝領した白川焼きなどがあるのは吉田家ならではです。温厚徳実な考古家で地元の人々から慕われていたと伝わる吉田道家は、たびたび困窮する村民を救済していました。当時の公家であり歌人でもあった日之助家は、吉田家の繁栄が長く続くことを祈念しています。吉田家では冷凍閣修古帳のほかにもコレクションに特化した冷凍閣帖という図譜があります。これは冷凍閣帖の版木。冷凍閣帖は鹿版の版本として当時の考古家たちに知られていました。では吉田家の冷凍閣コレクションとはどのようなものだったのでしょう。今回ですね、その明治以降近代以降に散逸してしまった吉田家のコレクション、これ自体をできるだけ集めて、約200年ぶりに再開させるというようなことも行っております。鏡面に釈迦三尊などが刻まれているこの鏡は現在国宝に指定されていますが、その来歴は不明でした。冷凍閣修古帳によって鳥取県の大山から出土し、その後吉田家のコレクションになっていたことが分かりました。冷凍閣修古帳に掲載された品のほかにも計り知れないコレクションがあったと考えられる吉田家の冷凍閣コレクション。この弥生時代の銅鐸は江戸時代後期までは吉田家の所蔵でしたが、近代に荻生松平家宗家に所有が移りました。吉田家の旧蔵品東大寺正倉院の古文書、写経の仕事量を報告したものです。近代以降何人かのコレクターを経て今に伝わりました。冷凍閣コレクションの古文書の中には冷凍閣の印が押印されているものがあります。冷凍閣修古帳とほぼ同時代、正倉院では修理に伴う開封があり、正倉院宝物図や模造が作られました。奈良東大寺の正倉院、この正倉院宝物
に対する関心が高まった時期でもあるんですけれども、その正倉院宝物の宝物図とそれからその模造を展示することを通じてですね、古に対する人々の関心の高さというのを見ていければと思っております。正倉院宝物図に見える墨絵の段丘、そして墨絵の段丘の模造品、ともに奈良の彫刻家森川都円によるもので、どちらにも同じように詳細な模様が写されています。宝物図や模造によって正倉院宝物や古文書の価値が再発見されるようになりました。その当時ですね、考古家がたくさんいたわけですけども、その考古家が、この礼徳学修古帳を編纂した、吉田家とどう関わってきたかということも含めてですね、江戸時代のその古好きたちの関心の高まり、歴史への眼差しというものを見ていくというのが目的であります。江戸幕府の老中松平定信は老中退任後、全国各地の古器物の調査や模写を行い、修古実習という膨大な考古図鑑を完成させました。修古実習を作るために各地に派遣された絵師たちが記録した原稿、拓本を取ったり模写したり、いろいろな工夫をしています。このように集まった原稿の中から採用または不採用が決められて編集が行われました。修古実習を作るために派遣された絵師で僧侶の白雲は、吉田道家にお世話になったと書状を送っています。また菅谷新平も出来上がった修古実習を道家に送り、年中かれこれとお世話になりかたじけないと述べています。修古実習の制作において吉田道家の持つ文化的ネットワークが大きな役割を果たしていたのです。これは考古家として知られる松浦武四郎の書斎、各地の有名寺社の古材を取り寄せこの書斎を建てました。彼は全国を歴遊する中で吉田家を訪問し、所蔵品を閲覧しています。考古遺物、古文書、美術工芸品などそれ自体が価値があるものとして貴重ですが、それだけではなく、どの文化財も今に伝えられてきた物語を背負っています。近代的な博物館が生まれる前に古好きたちが残した考古図譜は、文化財の物語、そして古好きたちの歴史資料への豊かな眼差し、熱量を私たちに伝えてくれます。